めっちゃ嫌な夢見た。もがらけてくるくらい嫌な夢見た。しかもちょっとリアルなんか嫌なんけど、だいぶ嫌な夢見た。学校におって最初で、ペンギンが坊主にしてて、別にそれはどうでもいいねん。ペンギンが坊主にしててめっちゃおもろかって、なんか親指みたいになってて、でリハ行ったら全然踊られへんかって、でアンジさんがもう嫌いって言って、でなんかそのままもう練習せなあかんから、本番来るから衣装とか準備してたら、衣装全然全部なくて、着るやつユニット何出るかも言われてなかった。でセトリ貼られてるのは昨日のライブのやつやって、やばい、 何着たらいいか分かれへんってなってて、でもなんかみんなバタバタしてて、でやばいやばいってなってたら緊急地震速報が鳴って、めっちゃ地震来るっていう、もう悲惨ですね。夢やけどな、疲れた、足つってるもん左。そんな夢で、嫌な夢。何やばない、全部詰め込まれてるくない？怖い夢ってわけじゃないけど、ある意味怖い夢。新公園な。あのタイミングで言われると思ってなかったんけど、ね、履けようと思ったらさ、なんか塞がっててさ、えってなってさ、やばいやん、次着替えなあかんのにさ、やばいやんって、端から履けなあかんのに詰まってたからさ、びっくりしたら、そういうやつやった。あんなことあんねんな。でやばいと思って急いで着替えたら全然余裕あった。めちゃめちゃ暇やった。そこまで次の出番高値やのにめちゃめちゃ早う準備してた。写真撮ればよかった。ああ芳香剤、何あれ、ディフューザーの匂いが強い。
明日テストのやばない。ほんまは今日もテストなんですけど、今日と明日テストのやばない。で多分今日の分のテストをまた、近くでやるのか。やばくね。もう悪夢すぎて今日早起きたんやけど。ほんまにやばいし。悪夢すぎるやろ。いやアンジュさんに嫌われるくだりが一番嫌やったわ。結構ショックやったもん。今日ほんまはアンジュさんの生誕って生きようか迷ってたけど、起きたらなんか憂鬱すぎて切られへんかった。あ、やめようと思って。ほんまに何よ、だいぶかわいそう。でもペンギンの坊主はおもろかった。楽屋で勉強しようと思ったけど、広げたらもう60人もったら狭いし、そうやな、いろいろはあって、あと荷物持っていくの増えるから楽屋ではやらん。だって邪魔やろ、こんだけスペース取ったら。荷物置くだけで割とパンパンやのに。チビさんたちはけたら TikTok 撮ってたよ。なんか全員は集まれへんかった、なんか分からんけど、はけた先で行かれへんかったみたい。まあ、あの中学生みんなで TikTok 撮ろうと思ったんやけど、数人で撮った。京香ちゃんも入ってほしかったんやけどさ、なんかどっか行っちゃってて。暇よな、8時ではけるの。私もそれやったからさ、1時間みんながさ車で棒立ち、めっちゃ悲しいで。あれわかるわーと思って、頭をその時期マネージャーさんと横で、で9時になったら数人帰ってきてくれんねん。8期ペンギンの坊主なんか親指見てたで。なんかしかも自分で行ったんやろな、なんかちょっと村があった長さに。変なの、なんで急にしたんやろな。なんかその説明してくれてたけど、坊主がびっくりすぎて何も覚えてない。一回やってって頼んでみようかな。あの人髪の毛濃いしすぐ生えてくる。
YouTube、 ああもう今学校行ったら坊主ってこと、ああそういうこと、うわ気になるわみたいな。でも今日はあいにくながら会うとこないから。すごいことないとそんなんせえへんよ。え、なんか自分からやったっぽい話やったで。やばいよね。一回フルフル先生坊主にしてた。なんかやらかしたわけじゃなくて、なんか生徒にやられてた。なんか、なんやろ、職場体験みたいな時に、美容室やった子らに、フル先生来てやみたいな感じでやられて、気づいたらなってたんです。かわいそう、もう不創生やけどな、まあ、若いから。ペンギンは似合わんかった。いや別に見てるわけじゃないけど、夢やけどな。間違えた。東京土砂降り。おお。なんか埼玉震度なんてみたいなけど、あれはデマ？調べてないから。もう先生ら見てないやろ。でも1年の初めてのライブの時は職員室で見てくれてたらしい。ペンギンとリス先生がなんか僕買いましたよみたいな、一緒に見ますか、二人とも買おうとしてたみたいで、でもやり方がわからんみたいな。僕買ったんで一緒に見ましょうよって職員室で。みんなみんな、その職員室で大々的に見るもんじゃない。カメコあんまりないんやけど、あれは写真を撮ってないのか投稿がまだなのか疑惑。寝る前は一個だけ投稿されてたの、一個だけで、寝て起きて一個だけ投稿されてたの。そっから何も動きがないんですけど、みんな一緒ですかね。もうそんなわけないよな。
あ、今日の髪型はツインお団子です。ここ低め、いつも検索してないよ、調べるのめんどくさい、履歴残るし。だから最近なんかもう何もないねん、ポストが。だからもう調べても何も出てこへんから、いやーと思って最近調べてなかったけど、さすがに亀子は見たいから調べてる。で、あ、そう、ツインお団子、下目、耳横くらい、ふわふわにしてほしいんですよね。でも私はレイヤー入れたとはいえ、入れてるのがここやからあんまりふわふわにならないんですよね。編集とかあんねや。いや全然あの急いでないんですけど、急いでほしいわけじゃなくて、撮ってなかったらっていうのが、そう、撮ってないんかなって。なるほどね、忙しいんだね。忙しいだけならいいね。15分まだ、もうちょっと、あれ撮ってる、分からん。まあ、待ったら出てくるってことかな。お話し会、ああのなんか追加されたお話し会ってね、どこにいつあれ分かれへんねんけど、まあいいや、時間ないから明日、明日はテスト、まあいっか、いつか聞きます、さよなら。枚数半端ない、あ、そうなんや、ならいい、でも事故がでもいいから心配出してほしいんけど、まあ待てばいいってことですね。ありがとうございました。